森友学園への国有地売却をめぐる問題や自衛隊の日報そして加計学園の問題も再浮上するなど防戦一方の安倍政権に対し与党内からも厳しい声が上がっています中継です自民党幹部は政権が追い込まれているという感覚はないと強気の姿勢を崩していませんが安倍総理への風向向きには変化が出てきました 掛問題をめぐって自民党議員は総理秘書官だった柳瀬氏の主張はすぐに切り崩されると危機感を示していて与党内から柳瀬氏の招致やむなしという声も出てきています国会をめぐっては働き方改革などの重要法案の成立も危ぶまれてきましたこれは政府の側でいろいろと起きたことでありまして政府が責任を持ってしっかり自らの 守備範囲のことについてえきちんと説明責任を果たしてもらいたいと思いますまたあと半年と迫った自民党の総裁選でもこれまで確実されていた安倍総理の参戦が揺らぎ始めました安倍支持とみられていた派閥幹部から少し考えないといけないと含みを持たせる発言が出てきています 安倍総理としては負の連鎖を断ち切り再び求心力を高めることができるのか問われています。